こんにちは、あかりです。もう今京都に来ていてですね、丸々2日間なんと寝てないんです。この動画を撮るということはもう私の節目になる動画なので、京都に置いていこうと思って京都で動画を撮ろうと思って来たんですけれども、台本を書いててね、2日間ねずっと書き直してたの。言葉をねどうしようと思って震えちゃう。ずっともう大泣きしながら台本書いてたので、枯れるほど泣いたんで涙がもはや出ないんですけど、ぜひねハクハイアット京都このホテルに引きこもって考えたので今チェックアウトギリギリなんですけどね、間に合うように喋ります。ぜひ最後までファンのみんなは聞いてもらえると嬉しいです。まずですね、私は婚約していました。おめでとう。私大切な方がいるっていう動画を10年前に出したと思うんですけれども、その方と未来を約束していて、お互いの大切な人にも紹介し合っていたんですけれども、その彼と数ヶ月前に、お別れしました。お別れは自分が決めました。彼といた時期はすっごく幸せで、とっても幸せな数年間だったんですけれども、婚約中に彼の行動に私が受け入れられないことがありました。ちょっとごめん、台本読みながら話すね。なんかその伝えたいことを間違えたくないから全部喋りたいので、台本見ながら喋ります。たった一つの事前に伝えていた私が最も悲しいことを、彼がしたことで彼を傷つき始める私が醜くて、自分が怖くて、離れなきゃ二人が壊れてしまいそうだったので、彼との思い出を宝物にしたかったから。でもそりゃそうだよね、私からいっぱいの愛を受け取るなら約束は守らないと。私は女あかりなので私のことを思うファンが怒っちゃいますね。まあ離れてもう半年以上経つんですけど、別れ方が曖昧だったから動画で話すことにも、自分が離れると決めたのにその現実を受け入れるのも時間がかかりました。別れを決めたのは私なのにだからこそダメージがすごかったですね。友達にはなんであんたがダメージ受けとんのって言われたんですけど、とっても心配されたんですけど、まあ私からしたらとっても愛していた人だし、私にとって辛い決断だったからです。本心はずっと一緒にいたかったから、まあ、私は私のために譲ってはいけないことだったし、私が心から悲しいことは一つで、その一つを守れないのはダメだよと教えたかった。もうね、まずは自分を取り戻すのに必死でですね、もう生きるのに必死で、動画を出すのに必死で、仕事するのに必死で、もうあっという間に数ヶ月経ちました。目が何度覚めても彼が隣にいないっていう現実がとっても辛かったです。今生きて毎年京都来ようって思ってるんですけど、今年も京都に来れたことに私は自分頑張ったなと思います。離れた時はね、プツンと糸が切れたように、もう明日が来なくていいやっていう行動もしたりとかしたんですね。それをね、私のもしお父さんが聞いたら、男でそんなんになるな、みっともないぞあかりって言うと思います。ほんとそうだと思う。私は絶対落ちない。ひたすらね、プロとして頑張ろうと、ただ生きてきました。この数ヶ月、たまに動画では時が止まってると言っていた通り、何をしてもね、心に穴が開いてましたね。心ここにあらず。正直ね、何にも楽しくない日常でした。私ね、結構無理やり笑顔作れるんで、無理やり言葉を発するんで、楽しい？幸せ？って言ってたけど、何にも幸せだと思ってなかったですね。もう本当に抜け殻でしたね。もう彼のいない世界がモノクロでした。私ご飯大好きじゃん。でも何食べてももう美味しくなくって、ガリガリに痩せた時もあったじゃん。眠れなくなって、心療内科行って、お薬もらって、その寝る薬っていうのがないと不安で眠れませんでした。ただただ私を信じる周りの方のために生きてきました。自分の選択は正しかったのか今でもわかりませんが、あの時の私には耐えられなくて、そうすることしかできなかったと思います。でも正しかったと思うくらい幸せに生きたいし、今もね変わらずそばにいてくれるファンのみんなやスタッフ、家族、友達がいてくれてとっても幸せです。とっても私を愛されてるなって思いましたゆっくりとこうじわじわとみんなからの愛で少しずつ心が満たされていきました。絶対泣きたくないんだけど、泣いてるけどその途中でポップアップとかがあって、ファンの子の顔を見たり、手紙を読んだり、コメント DM 本当にいつもありがとう。その時間はね、私を普通に戻してくれてました。最近フランスから帰ってきて、やっと自分らしさをねさらに取り戻せた気がするので、この動画を出してるし、出すことでようやく前に進めそうなので出します。めっちゃ語るけどごめんね。この数ヶ月、真実の愛とは何だろうと考えました。憎しみで私が悪魔になるんじゃないかっていう自分に対しての恐怖、愛してる人、大切だった人への気持ちが薄れてしまうかもしれないっていう寂しさ、これが過去の話になるかもっていう寂しさ、寂しくて辛くて、ただひたすら悲しくて、すっごくもがきました。
白か黒かはっきりしたいタイプなので、いつもすぐ答えが出るんですよ。でも今回は答えがどうしても出なくて、答えが出るまで時を過ごしてみようと思って過ごしてみました。まあ、時間がかかったんですけど、やっと自分の気持ちがはっきりしたので、この動画を撮ることができました。はっきりしたっていうのは、別れてもずっと彼を思う気持ちは変わらなかったし、変わらないことだと思えたことです。怖さがなくなりました。真実の愛は彼が私に伝えてくれていた言葉で、今回の別れをきっかけに私が学んだことだと思います。私が未熟な部分がね、たくさんあったと思います。自分を責めたり、彼を責めたり、誰かを悪者にしなきゃ、敵にしなきゃ、悲しみの矛先を探すことがしんどい時期もありました。でも一番大切なのは自分自身を許すことだなと気づいた時には、心がとっても楽になりました。魂抜けたよね。もう許そうみたいな自分自身だったり全ての人を許すというかね、許すって自分を許すことだなと、自分のために許そうって思いました。この出来事は彼が運命の人であれば、私たちの思い描いた二人の未来の今は途中経過なのだなと思っています。だからまた運命なら会えるはず。今は一旦解散。彼はね、最後まで私がさようならって言ってるのに対して、また必ず会おうねと最後まで言ってました。また会おうねっていいですよね。でもその言葉がね、この数ヶ月私を苦しめた言葉でもあって、ずるい言葉だなぁと思いました。それで私を一人にするんかい。またっていつだよ。女は普通待たないよ。でも真面目で不器用な彼らしさがある発言だから、今は笑えちゃうし、私を傷つけないというか、それはパーフェクトだったなと今思います。このね、今の私の気持ちがまた新しい人によって更新したら、さらに運命の人に出会えたんだろうし、そこはね、自分の感情を大切にいきます。どんな未来も私は幸せって決まってるし、それでいっか、生きてたら最後に答えがわかるかなと思いました。最近はですね、こんな素敵な私なら、いやもうまた絶対素敵な人に出会うしかないよねっていうぐらい自分に自信を持って過ごせてます。この動画出すことによっても、いやうち最強だなと思いますちょっといい女だよな、うちいい物件だと思うよ、うちってね。恋もこれからたっくさんします。本当に私は彼と出会って幸せでした。たくさんいろんな景色を見せてくれました。いろんな壁も乗り越えました。表で言えないこともたくさん、誰にも邪魔されない私たちだけの世界と絆で一緒にいた時間は本物だったなと思います。まあ、別れたのに、私が許せないことをしたのに、憎しみたいのに、彼の弱さや痛みも分かるからこそ、私も苦しんだ結果、残ったのはシンプルに彼への感謝ですね。やっぱり愛おしく思えました。今は彼を心から許しているし、帰ってきたらお帰りって言いたいくらい心が平和ですね。もういっかーみたいな感じ。彼はずっと私との未来を私に提示してくれてたし、生きる希望を私にくれたし、二人の未来目指すは幸せな家庭のために、まずはお互いの夢に向かって本気出そうと、お互いを高め合えた時間はね、本当に頑張れました。私を常に一番にお姫様にしてくれた人でした。必ずどんな時も私の居場所や特等席、彼の横をくれて、その時の精一杯のプレゼントだったり、バラの花束をくれたり、ケーキ買ってきてくれたり、私が一番大好きな手紙を不器用さんだけどたくさん書いてくれたし、全部が一生懸命で可愛くて愛おしくて、私のとびっきりのイケメンなおじさまでした。ずっといつだってキラキラって笑うあなたしか見ていませんでした。私がここまで来たのも彼がいたからです。今でも人として心から愛してます。すべて含めて私の特別なフィアンセだったなと思います。愛は自分が終わらす必要はないし、一方的に思うことは自由じゃないですか。見返りを求めないとびっきりの愛です。心から彼には幸せでいてほしいと思えたんです。もうね、この数年間ね、ずっと黙ってたんで、彼がどれだけ素敵な人だったか、ずっと言いたかったです。のろけたかったです。大切すぎて、秘密にしてました。この数年間私の心の支えは、間違いなく彼でした。誰かと離れてね、こんな気持ちになったのも初めてですね。この出来事は、本当に私を強くしてくれたと思います。婚約とかさ、初めてしたからさ、サプライズのプロポーズ、指輪をいただいた時、親に挨拶した時のドキドキ感、私よりしっかり親に伝えてくれた彼の男らしさにときめいたりとかして、親がね、彼を選んだ、私を認めてくれた目を見た時や、私以上に喜んでくれたり、心からのおめでとうを聞いた時、ああこんなに幸せなことなんだと、こんなに親が喜ぶことなんだとびっくりしたし、幸せな涙がたくさん出た記憶がありますね。こんなに幸せなことはみんなに最高なタイミングで報告したかったんです。
こんな幸せな数年間を味わえたことに感謝しかありません。もしこの動画を彼が見てるとしたら、実はですね、ちょっと伝える手段がね、本当になくて、最後に素直な気持ちを彼に伝えられなかったことを悔やんでいるので、誰にも邪魔されない、私は私のステージ、YouTube で伝えます。まあ、大胆に。彼に私の声が届く手段がないですよね。まあ、いろいろありまして。でも今から伝えることが私の本心だから、彼の耳にいつか届いてほしいなと思います。ここから彼です。まずこの YouTube タイトル見て焦ったでしょ。でも中身を見たら安心してくれたかな。もう私はあなたを受け入れているし、なんかすごいいっぱい考えたんだけど、やっぱりあなたは私しか無理だと思うから、気が済んだら戻っておいでね。あの時は私があなたの横にいられる器ではなくて、ずっと一緒にいようって誓ったのに、今回離れてしまってごめんなさい。今でもとっても愛してます。私は器を大きくしたもっと素敵な女性になれるように頑張ります。だし、あなたに負けないように働きます。どんな時も私のそばにいてくれた数年間、とっても幸せでした。ありがとう。毎日あなたの顔が見れたことが当たり前の日常で幸せでした。どうか健康で幸せに生きていってください。あなたの夢は私の夢です。ずっと世界一かっこいいです。やりきってください。あなたなら大丈夫。できます。あなたが私に見せたかった、私が二人で見たかった景色はあなたが味わってきてください。この先ね、悲しいこと、辛いことがあった時は、私ならその痛みがわかります。あなたの一番の理解者は私っていう自信があるので、世界中のどこかにね、理解者がいるって超幸せなことだよ。私はあなたの苦しみ絶対理解するもんね。あなたと見たいろんな景色や経験、場所は二度と忘れない。最高だった。全部トラブルあったけど全部面白くて楽しかった。私のお気に入りはですね、一個だけ、みんなも聞いてください。海外旅行で、帰り空港で大喧嘩中の時に、まあ、そろそろ仲直りしそうな予感がして、それが嬉しくてですね、二人でなんか心が通じた気がするんだけど、空港のゲートの近くのカフェで、飲み物買ってって言ったんだよね。飲み物買うよねって感じだった。二人で飲んで、仲直りだなーみたいな感じだったから、カフェオレだったか忘れたけどさ、飲んでたんだよね。ぽやーっとしてて、仲直りしたと思って。癒されてたんだけど、よし、帰ろうって言って、ゲートまで行ったら、二人で飛行機乗り遅れてですね、追加費用がね、約一人130万ぐらいだった。でもね、あの時、そのカフェオレを絶対あなたに買ってほしかったんだよね、うちは。その後の急な困難が舞い降りてきて、でもあなたと言ったら、どこでも楽しめるんだなと、思いました。思ったな。その瞬間に焦ってたのはあなただけで、私は一緒に困難を乗り越えるハプニングを正直ニヤニヤ生き生き楽しんでました。まだ一緒にいれるんだって内心嬉しかった。なんかスーツケースもなくなったんだけど、聞く日本にそのスーツケース戻ってきたのはあなたが諦めずに電話してくれたからだね。あなたと無事に帰国できたなら安いものだなと思いました私は。まあ、あといろんな喧嘩を吹っかけてきたのはうざかったと思うけど、かまってほしいからでした。かまってくれてありがとう。俺らさ、お金がなくなっても二人なら絶対楽しいよねって言ってくれたけど、本当に私もそう思ってそばにいました。今でももしあなたに何もなくなったら、私が必ず救うっていう気持ちです。まあでもその時ね、私に大事な人がいて気が変わってたらごめんね。私結構気分だから、私は一人にふんだんの愛を注ぐタイプだからさ。私はまずは私の夢 YouTube100 万名様をまた頑張ってひたすらに目指します。真実の愛を教えてくれてありがとう。幸せにできなくてごめんなさいと最後に私に言いましたが、紛れもなく私は今までで一番幸せな日々でした。弱さも強さも不器用さも私が知ってるあなたは最強に美しくかっこいいまっすぐな男性でした。私のために涙を流してくれたり、怒ってくれたり、私の先の不安を丸ごと受け入れてくれて、まあ、思い入れのあったブランドカルティエの指輪でプロポーズしてくれたこと、私を選んだあなたはもう見る目がありすぎるし、人生で一番幸せでした。あの時私に決めてくれて本当にありがとう。本当に嬉しかったです。今でも私はね、あなたからもらったものね、全部あなたからもらったから価値があると思ってるので、全部大切にしてますよ。また会える日があれば運命だし、そんな機会がいつかあったら嬉しいなと思って、私はまた毎日を楽しんで生きていきます。あなたが会いたいなーっていつか思ってくれた時は、どこからか連絡くれたら嬉しいです。いつでもウェルカム。また友達からスタートでもぜひ。でもきっとね、私のことはあんま考える暇もないと思うから連絡はないかもだけど、でも私はけなげに思ってます。それも私の今の幸せです。私からの愛に気づく時があれば嬉しいな。また会える日が来たなら、とびっきり可愛い姿で待ってます。そんな日があるならまたお互いに惚れちゃうはずです。こんなこともあったねと一緒に笑えたら嬉しい。でも将来あなたの隣にいるのが私でも私じゃなくても、あなたが選ぶあなたが幸せな道を突き進んでください。
でも好きなように生きすぎたら悲しい思いをする人がここにいたことは忘れないで前に進んでね。まあでも私がいいと思うんだけどね。どう考えても。まあでも私は待つってわけではないので、私には新しい恋人ができることね、絶対あるんで。私めっちゃ恋が好きだから、この数ヶ月は作る気力もなかったんですけど、もう今日から復活。結局そばにいない男は基本嫌ですから。そばにいないとね、私は寂しかったですよ。そして私の気分がコロコロ変わる人ってことは知ってると思うので、女性は待てません。女性はあんま待たないからね。足しびれた。もうまた会おうねえわ。まあ、許されないよね。ということで私も自分磨き頑張ります。もたれかかってすいませんね。ちょっと足がしびれて。未熟の私と離れる覚悟をしてくれてありがとうと伝えたいです。だから知れたしね、今までの幸せな日常をあなたがくれた優しさに離れることでまたたくさん気づけました。そして改めて私があなたに対する思いは本物の愛だったなと気づけました。もう私の全てを出してやりきりました私を惚れさせてくれて、私の人生を輝くものにしてくれて本当にありがとうございました。あなたを思って守って大切に秘めていたこの数年間の私はとびっきりキュートで乙女で幸せな顔をしてると思います。以上ですね、彼へのメッセージは。みんなも今思い浮かぶ大切な人を大切にしてね。大切な人を失って気づくこともあると思うけどね。今ある当たり前は幸せなことですよ。もうあるとね、ポイしたくなる気持ちもわかるけどね。もうこの数ヶ月でね、私あらゆる人の恋愛相談をね、受けたの。もうほんとね、この人辛い経験したのよく生きたよねって言ってもらって、なんかそうみんなに言われるんだよね。よく普通に今いられるねみたいな。え、わかるみたいな。私もなんで今普通に生きているかがわからないって。だって今も辛いもんみたいな感じで。でもそんな辛い思いをした私にだからこそ答えてくれるだろうなっていう期待を込めて恋愛相談してくれる方が多かったんですね。なんか尊敬されまして。で、その相談を通してね、また私も学んだんだよね。ああ、彼の気持ち分かってなかったなとか。でもその恋愛相談聞いて、私自分の答えが見つかってないから、私こんなことやってる場合じゃないのにとか思いながら、この経験でね、誰かを救えてたり、私にいろんな考えができて、まあ、嬉しかったですね。まあ私はこの大恋愛を終えて、周りに言うようになったのは、ごめんねと、ありがとうは、とりあえずいいな。仲直りしな。です。終わる未来は考えず、パートナーとは輝く未来を一緒に見つけましょう。人は寂しい愛に飢えてる生き物です。人は完璧じゃないです。ごめんねっていうことは負けではないからね。言えなくなる前に自分と本気で向き合ってくれる人には感謝の気持ちを持ちましょうねと自分自身にも思います。一応ね、こう表で報告もしてたし、報告するのが筋だと思ったのと、私は楽しんで動画を今後も撮っていくために、私自身のためにこの出来事を報告させていただきました。だからあの報告動画、大切な人がいますっていう動画の意味も今答え合わせというか分かってもらえたのかなと思います。今後も変わらずね、動画を出していくことに変わりはないし、これを聞いたからってどうでもいいって思うかもしれないんですけど、この人もいろんな人生の出来事があるんだなと、誰かの生きる希望に少しでもなれたら嬉しいです。今は私の気持ちが大丈夫この人みたいな、どういうことって、今は分からなくても何年後かに私の気持ちが分かったりする人もいるのかなと思うし、とりあえずこんな経験をしていたよ過去にっていう話をしたかったのと、まあいろいろ人生あるけど一緒に頑張ろうぜ。そして愛せる人を愛していこうぜ。どんな時も強く美しく生きようぜ。別れを決めて現実を受け入れれた自分、そして相手の幸せを願える自分がかなりかっこいいなと思いました。愛だね。私が自分のことかっこいいと思える私でいれるようにまた頑張ります。私はこの恋があっても誰かのプリンセスになりたいし、また私はこんな素敵な恋をしたいなって思います。もうさ、前だったらさ、私本当に別れイコール敵にしてたから、めっちゃ成長したと思う。それもね、彼は知ってるはずなんで、この動画を見て逆に、え、怖い、何この人の感情って思ってるかもしれない。むしろ引いてるかもしれない。もう怒って敵にしちゃうのが私だったんで。だから視聴者の方で何年か前の私を知ってる方は、この人めっちゃ成長したやんと思ってくれるんじゃないでしょうか。素敵な出会いのおかげでしたね。もうすぐ1年経つかな。何度も涙を流してきたんですけど、こんな素敵な涙を流したことは幸せです。昨日のね、この文章ね、何度も書き直して、一睡もできないし、もうね、号泣しながら書き直してたんだよね。だからこの動画を出せば、一つの自分の区切りって分かっているから、溢れ出す記憶と、辛かったこの数ヶ月間の復讐と、彼への思いに向き合うって、この二日間も辛かったですね。彼と出会ったことは私の自信にもなりました。その記憶を大切に、また前に進みます。今回ね、私病んでても、美容だけずっとしてたのね。どんな時も綺麗でいたいって思ったから、私ってすごいなと思って、強いなと、なんか思いましたね。
死にそうになりながらその美容院行ったからね。まあ、それで巡り合ったのがコティの幼いさんなんですけど、頑張る私のために変化を、ときめきをずっと与えていた期間でしたね。みんなのことも大切にいつも思ってます。いつも優しい言葉をくれてありがとう。私の存在を見てくれてありがとう。幸せを願ってくれていてありがとう。私、とってもいい恋をして、幸せでしたよ今も私は幸せ者だなと思ったから、ちょっと辛かった過去を報告できました。で、私、仕事人間だったからさ、彼と出会って、自分がこれを取ったら、家庭 50%、仕事 50% になってしまうと、自分の本来 100% の仕事の未来を奪うことになるって分かってたんだけど、あ、私が欲しい未来は家庭だなと思って、プライベートの時間をめちゃくちゃ大切にしてきた数年間なのね。大切なものを守るために生きた時間はとっても幸せだったし、大切なもののために働くお仕事はまた違った感覚でとっても幸せでした。今まで一人で戦ってきた感じとはまた違いましたね。私っていう存在をずっと肯定してくれて、本当の私に気づいてくれて、王の明かりとして見てくれた、そのいつもまっすぐな目が素敵な方でした。ほんとね、また今回のことでいろんな愛を知れて、両親が私に伝えたかったことをまた少し知れた気がして嬉しかったです。はい、ということでまた一人なんですね。あー、でもすっきりした。もう本当に。もう私の考えがね、半年以上でやっとまとまったから、一人も楽しいからね。でも、みんな恋していこう。また明日からも変わらず私は自分の信念を貫いていきます。たまに迷うし、悩みますし、私。それでも自分なりの答えを出していって、私の中の正義を守って、私を大切にしてくれる人を全力で大切に守っていきます。やっと言えて幸せです。私のこの数年間の出来事のお話でした。もっと私の頭の中には最高な数年間がいっぱいあるんだけど、それは私と彼が知ってるから、消えない私の素敵な思い出だから、まあ、一部だけ話しました。今後とも、なるちゃんのチャンネル、アパレルブランドリュウを、女あかりをよろしくお願いします。全部の過程が今皆さんスッキリして見れるかなと思うので、ずっともう私は頭がポケーっとしながら動画を撮ってました。頑張ろうと思って、動画をとにかく撮ろうと思って動画出せてたのに引いてますね今私。はい、ということで初めての婚約部屋だな、これはどうしよう全部大切でした、ありがとう。ということでまた次の動画でバイバイ。京都ありがとう。マスキーした。